いきます。五、四、三。いやー、興味深いお話聞かせていただきました。このお話、大阪福島に住むユウさんという男性から聞かせていただいた禁足地のお話なんです。禁足地というのは昔から全国各地にある決して足を踏み入れてはいけない場所。 中に入ると良くないことが起こる場所と言われています有名なのは千葉県にある八幡の矢部知らず街道沿いにある竹矢部なんですがここには昔から絶対に入ってはいけないそして今現在非常に有名な心霊スポットとしても知られています今回お話を聞かせてくださった優さん以前ですね大阪と京都のちょうど県境のあたりに住んでいたんですこの地域にも 地元では有名な金属地があったそうですでこの場所というのはですね木々ががいいい茂っていて矢部が生えて生る辺りは住宅地もあって小中学校もあるのになぜかこの一角だけ開発がされていない以前この近く土の中から瓦が出てきたので発掘調査も行われたんですがなぜかその調査も途中で中止になってしまった。 そしてこの場所ですね、近くに道路があるんですがこの道路非常に見渡しのいい道路なんですがなぜか交通事故が多いとかあとは以前この辺りを開発しようとしていた工事業者の方が工事中に事故に遭ってしまったいろんな噂が後を絶たないという場所なんだそうです。今かか、らら8年ほど前でしししょうかこのささん、おっさんがいらっしゃいっゃまして、 当時ですねこのお一っ子さん小学生だったんですが学校の帰り道お友達2人と3人でこの金足地に入ってかくれんぼをしてしまったんですね。一人が鬼になり2人はバラバラに逃げてそしてしゃがんで身を潜めている隠れてるんですね。ただ待てど暮らせど誰も探しに来ないんですって。うーん おいおい声を上げたんですがしん返事がないというかもう気配すらないんですておかしいなと思った瞬間急にザタザタタ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 たタタタタタタたタタ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  その後に、声が聞こえたそうです。高木信彦か。高木信彦か。高木信彦か。聞いたこともない名前。思わず違うよ。でもまた、高木信彦か。さすがに怖くなって、外に出よう、走り出したんです。ただ、 外に出られないんですって。走っても走っても道路に出ない。おかしいですよね。もう訳もわからない。だから、学校で習った歌を大声で歌ったり、あとは家族の名前を大声で叫んだり、あとは目印をつけながら走り回ったり、でも外に出られないんですおかしいですよね。無我夢中で怖い、怖い、なんでなんで走り回ってるとやっとの思いで外に出られたそうなんですね。はあ、よかった。パッて見ると、外真っ暗。 もう夜なんですって数メートル長くても数十メートルの間を走るだけで数時間もかかっていた何なんでしょうかこの話パッと見るとそこにお友達の2人もいるそうなんですね。2人も中を走り回っっていいたた外に出られななかったという話なんですよそしてみんな同じようにあの高木信彦かという声を聞いていたんですねおかしいんですよね。 みんんな怖いでもその声はお互いに聞こえていなかったそして外に出たタイミングがなぜかみんな全く一緒だった奇妙なんですよまだ続きます奇妙なことこれ家に帰ってもその高木信彦かという声聞こえ続けたそうなんですね不思議ですよねでこれね後に分かったんですが この高木信彦という男性実在した人物なんですってこの人今から40年ほど前でしょうかねこの金足地に入って木を切ってしまった男性なんだそうです。それからしばらくしたある暑い夏の日道端にこの男性倒れてた手には金足地の木の枝を握りしめて口からは白い泡をブクブク吐いてる。 体はビクンビクンと震わせているそんな状態で発見されたそうなんですそれからすぐに住んでいた家を引っ越して今は誰も行方が分かっていないただですねこの男性が住んでいた金属地のすぐ近くにある赤い屋根の家未だに古い空き家として残っているそうなんですねいや不思議なお話です あの高木信彦か声の主は一体誰だったんでしょうか金足地にはやはり決して入ってはいけないのかもしれませんはいオッケーですありがとうございましたありがとうございますいやーすいませんあすいませんです よろしくお願いします七不思議の大和上信です僕が体験した体験談の中で一番怖かった話させていただきますお願いします今から20年以上前ですまあ仲間含めて僕もそうなんですけど車の免許を取り立てぐらいですかね、えー、仲間が車交たということで 何かで連れ立ってドライブに行くことになったんです。で、僕が当時住んでたのが神奈川県、えー、横浜エリアなんですけど、車で少し走るとービーチがあるんですね。で、普段はファミリービーチなんで、すごい家族連れの方たちでワイ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 、えー、なってるんですけど。 僕らがあ夜中そこに行った時はあ不思議と全然人がいなかったんですね。でまあ人がいなければあワイ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 、えーまあ、楽しめるということで、えー、いいんじゃないかっていうので、えー、花火とかねいろいろやっとったわけなんです。 で数人で行ったんですけど、まあ、花火してる最中ですかね、あのー、僕、ちょっとお腹痛くなったんですよで。あれ、お腹痛くなったな、ちょっとトイレ行ってくるわ、言うの、ね、で、トイレ行ったんです。で、想像してほしいんですけど、そういうビーチにあるようなあ簡易的なトイレ、しっかりとした公衆トイレではなかったんですね。 簡的な公衆トイレなんですけど今から20年ぐらい前の横浜のエリアあ結構荒れとったんですでやんちゃな子たちが夜中ービーチに来るもんだからその公衆トイレも結構荒らされとったんですねで、僕はお腹が痛いもんだからま大きい方行きました で、大便所、小便所、お2つあったんですね、えー、便器が2つあってで、僕はもちろん大きい方に行きます。で、和式便器だったんですけどもその和式便器にまたがってでひとしきり用を足し終えた時にちょっときに壁中に落書きがあったのを気付いたんです。で、さっきも言ったようにやんちゃな子たちが多いもんだからその壁中に落書きがいったところにああ、書いてあるんです。 例えば「アイアイ傘」が書いてあって名前が書いてあったりで中には携帯の電話番号が書いてあってここに電話してみなよみたいなしょうもないもんも書いてあるまあまあまあ暴走族のね当て字があって書いてあったりもしたわけなんですけどでうわ汚いトイレやなーってこうキョロ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 してるとなんかね一個不思議な落書きが目に飛び込んできたんです。 書き殴った筆のようなもので多分書かれたんでしょうね見つけてって書いてあるんですよ見つけてってなんやと思ってなんかわからんけどなんかその見つけてっていうその文字が僕の頭から離れなくなったんですなんか嫌やなと思いつつ用を立ち終えたんでまあ、トイレットペーパーからから,から,からするんですけど それ公衆トイレにあるそういうトイレットペーパーの蓋ちょっと銀色で反射してるんですね。で、えー、まだ使ってない新品のトイレットペーパーがそこにガチャンってはまってあるもんだからちょうどその銀色をう覗き込んでみると自分の姿がちょっと顔見えたりするんです。 で新しめのトイレットペーパーでちょっと上を向いてるんでちょうど僕の斜め上扉の上の方までその銀色のところは写してるんですね。で人間どうしてもカラ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 鳴る方の方を見てしまうと思うんですで僕もそのカラ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 しながらちょうどたまたまそのトイレットペーパーの蓋のところに視線やってみたんですね。そしたら その銀色のところ僕の顔が映っているこの上ちょうどドアの上のところから髪の長い女性がこうやって覗き込んでいるのが見えたんですねやばいの見たなと思ってやばと思ってそのすぐに僕は扉の上を見てみたんですそしたら扉の上には女性なんていないんですあ気のせいかと思ってでもう一度 トイレットペーパーを巻くためにそっちの方を見てみたらその銀色のところにはさっきは遠巻きに映ってたその女性がドアップで写り込んでたんですねどえらいもん見つけてしまったと見つけててこれちゃうんかなと思ってで慌てて吹、えー、き終えてですぐ外に出て行ったんですねで外で、えー、待ってた友達のところに行って説明したんですあの公衆トイレやばいぞと幽霊おるからそしたら友達言うんですよ いやまた嘘でしょお前いつものノリで怖がらせようと思って何か言ってきてるだけちゃうのいやいやじゃあお前行ってこいよと落書きがあんねん行ってこい分かった行ってくるよ一人のとっぽいやつが当時出たてのカメラ付きがつきたての携帯電話を片手にそのトイレ入っていきよったんですでトイレの中でカシャ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 撮ってるんです僕はトイレの外から状況を説明したんです あのなその大きい方のトイレ入るやろこれでちょうど便器またがってみちょうど右上の方に書き殴ったように「見つけて」っていうひらがなで書かれてんね見つけて」やその「見つけてや」その見つけてっていう感じ見たらなあの銀色のトイレットペーパーの蓋のところに女の幽霊映ったんや説明し終えたその瞬間にカシャ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 取ってた携帯の音が止まったんです。 しばらくしたら青白い顔してその友達出てきよったんですよで僕聞いてみたんです「どうしたんお前何かあったんか?」たらその友達がね撮ってきた携帯電話の画面僕に見せてきたんですよそこ見てみたらびっくりしました僕「見つけて」って言いましたよねその画面上に映ってた言葉が 見つけたに変わってたんですそれから数年間その見つけてしまった女性に悩まされることになったんですねこの続きの話はいずれどこかでできればいいと思っておりますそこからしばらくいろいろなことがあったんですけどその女性の幽霊なかなか離れてくれなくて 結構しんどかったんですけどおそらくまあ僕みたいな霊感が強い人をトイレで待ってたんでしょうね。でたまたまね見なきゃいいもの僕が銀色の蓋のところまあね普通に霊感強い人だったらもうパッと見れば幽霊だっていうことが、まあ、そこで判断できて。 女性の幽霊もそこでついてくることができたんでしょうけど僕はそこまで霊感が強くなかったんでその姿を映すその銀色の蓋のところそこを見てしまったことによって疲れてしまったっていうそんなお話です以上です。 えっとこのお話というのがですね S さんという30代の主婦の方が体験したお話なんですけど S さんあのご結婚されてからですね旦那さんのお姑さんとすごく折り合いが悪くなってしまったんですよね。でそれどういうことかっていうとその旦那さんっていうのが3人兄弟だと。で一番上がお姉ちゃんで2番目もお姉ちゃんで3番目が、まあ、要は旦那さんなんですよね。 だからお姑さんからすると自分の大事な一人息子を取られたに近い感覚が、まあ、どうやらあったんではないかと。だけど別に同居するわけでもないんですよ。同じ県内に住んでるんですけど車で1時間ぐらい離れた距離なので、まあ、別に結婚してもそんなに頻繁に会うわけではないので、まあ、我慢しようということで結婚生活を送っていったんです。でそのの中で、S、さん3人の子宝に恵まれて、 でそれというのが一番上が女の子で2番目も女の子で一番下が男の子これくしくも旦那さんの方の兄弟の構成と一緒になったと。でその S さんが3人目の男の子をおなかの中に宿してる時そのお姑さんの動きがちょっと活発化というか変な動きをしていくんですよ。どういうういことかっていうとか S, S さんが家に一人でいる時にですね、まあ、来るんですって急に連絡とかも入れないでいきなり来るんですって1時間ぐらいで、まあ、来るまでは行けるんで「こんにちは」って言って急に来るとでお腹の中にいる状態は臨月ですから身重な状態ですよねでそれを別に手伝ってくれるわけでもないんですよお腹を触りに来ると可愛いい赤ちゃんって言って私の かわい,い赤ちゃんんって言うんですもし生まれたらお母さんは「私だからね」って言って S さんの方を見るそれがすごく嫌で S さんしょうがなかった。でそのうち勝手に合鍵も作って家まで来るようになったんで今後これはどうしたらいいのかなって思ってる時にある日の夜に S さんの家に1本の電話が入る。そのの電話っていうのが S, えー、S さんの旦那さんのお父さんだからその姑さんも旦那さんですよね、まあ、家から電話があって姑が、まあ、要は亡くなったと。で亡くなった理由っていうのが、まあ、車での横転事故で、まあ、ちょっと亡くなりましたっていう連絡があった。で旦那さんと一緒にまあこれは取るものもとりあえずまあ病院まで行って。 でまあ、もう亡くなってるんんですけどねそのお姑さんはで、まあ、親戚の人ともたくさん集まってる中であこれから葬儀とかだなとかいろいろ考えているときにあのその S さんの生まれとかその育ってる地区はですねあのなんていうんですかね葬儀とかそういう時にですねあのたとえ近しい親類縁者であっても妊娠してる人は参加しちゃいけないっていう風習が強く根付いてた地区だったんですよ。 だから旦那さんはじゃあお前はもうとりあえず家に一人でいなさいと、えー、うちもう我々が全部やるからお腹にも触るからっていうことであそうかまあまあそうさせてもらおうかなと思ったその瞬間にその病室にいたいろんな親類の中の一人の女の人がエスさんの前につかつかって近寄ってきて家で一人でいるときは必ずこれを持ってなさいって言って水晶のような石を一つ渡してくれたと。で夜寝るときはこれも入れておくんだよって言って鏡 ちょっとししたたた鏡みたいなものを自分に渡してくれたこれを必ずおなかの中に入れて休みなさいって何の日とか分かんなかったんですけど「ああすいません分かりました」って言って大体さあ,ありますよねその何て言うんですかねおなかの中に赤ちゃんがいる時に、まあ、鏡を入れるっていうのは本当に風習であることで、まあ、間を跳ね返すからなんか悪いことが起こらないおなかの中の赤ちゃんが安心だそういうふうに言われてるからじゃあそれをもらって、まあ、それで S さん一人でね 他の人はみんな死ぬ縁者葬式ですよだけど自分一人で家に帰ってじゃあ一夜を明かすわけですけどやっぱりちょっと落ち着かないんですよね夕方からだんだん夜になって暗くなってきたとじゃあ今日は早く寝ようって言って床に着いたで深夜ですねちょっと神経高ぶってるからなかなか寝れないんですよねそうしたらね玄関が引き戸なんですけどガタガタってガタガタ開けようとする音がすると 深夜ですからねそしてもうその2時3時でそんなことをするしん、まあ、親戚もいないですしその周りはみんな葬儀で出てるわけですからそしたらそのガタ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 って音の合間に声が響く自分の耳元に声が聞こえてくるらしいんですよでその声っていうのが「出せ」「返せ」「バカな女はどこ行って」 私の赤ちゃんどここ行ったって声が聞こえてくる完全にあのシュートメさんの声でそれが聞こえてくるんですこれはまずいと思って実際お腹の中に自分が入れていた鏡を強く握ってもう去ってくださいもう助けてくださいって祈ったそしたらいつの間にかその音は消えていて朝になっていただからもう S さんもこれ急いでね 自分の旦那さんに連絡して「これこれこういうことがあったからもうすぐに帰ってきてくれ」って言ってで旦那さんも戻ってきたそして旦那さんの親戚の方でも何人か戻ってきてくれたんですってでその時にいろいろお話を聞いて分かったのがその亡くなった姑さんっていうのは、まあ、やっぱりその自分の旦那さん自分の大,大切な男の子焼酎の玉を取られたような感じですごく恨みに思ってたらしいんですよ。 でその旦那さんにはお姉さんがさっきいるって言いましたけどそのお姉さんたちに「私から大事な息子を奪った許せない女だけどまた今度私に男の子をくれるから許すことにしてやった」と「もしあの男の子が生まれたらその男の子はお前たちの弟だからね」って言ってそういうことを言ってたらしいんですそれを聞いた お姉さんとかはもうお母さん何言ってんのバカなこと言わないでよって言ってそんな考え違いのこと言わないでって言ったらそのお姑さん逆上して「なんで私の気持ち分かってくれないのよ」って言って一人で車に乗って S さんの家に向かおうとしてる途中で事故にあって亡くなってたんですよ。だからこう亡くなっても何とかしてこう息子を奪おうとするその怨念というか。 そういうものがすごく恐ろしかったと同時にああの時お腹に鏡と水晶のような石あれがなかったら私どうなっていたんだろうってすごく思ったらしいんですねで、その時旦那さんとかあとは親戚の人もいたからああの時実はね病室でこれこれこういう方にいただいて本当にありがとうございましたお礼を言いたいんですけどって言ったらで、まあこういう方で年齢はこんな感じで性格をこんな感じでって言ったらえって見ないんです そうあのね、自分の周りの心年性器関連でそれに該当する人っていうのがいなかったんですよ。で結局そのあ、えー、とお姑さんには葬式であげるのとはまた別にお経をあげてもらってそれによってその会は収まったっていうことなんです。で無事に S さんも男の子出産しまして。 今は元気に育ってるだけど今後も何かがあったら怖いからっていうことでその時謎の存在からもらった鏡と石はその男の子に常に持たせているというお話でございましたありがとうございました。 スモーキードライのあとちゃんです。よろしくお願いします、えー。今回ですね、お話しさせていただくのは、投稿者の方が15年前渋谷で経験したお話です。あの当時の渋谷って汚いって言ったらなんかあんまいい言い方じゃないんですけど、光栄とかもなくて、宮下公園もちょっとまだあんな綺麗じゃなくて、すごいアングラな感じそういうのがまだある時代だったんですよね。その投稿者の方ね。 まあ、21時に渋谷でバイトが終わってでその後八個前の喫煙所でタバコを吸って何本かでその後山手線で帰るっていうそういうルーティーンしてる途中だったんです <laughs> 季節は夏頃でしたかねこう吸ってるとねある女性が声かけてくるんですって「すいませんまるさんですか?」 パッて振り返ると女性なんですよその女性ねこうショートカットで髪色はピンク耳と唇にピアスをしてて目の下にはクマがあるでこうお世辞にも肌は綺麗じゃないで夏だけど革ジャンを着てちょっとまあロック風まあ他の言い方をするとちょっとメンヘラ風な雰囲気があるそんなちょっと危うい女性だったんですよ。 でその投稿者の方も20代前半っていうこともあって結構まあちょけてるじゃないですけど夜なのにサングラスをかけてタバコをふかしてっていう感じのまあやんちゃボーイみたいな感じだったんですよだからまあるいは友を呼ぶじゃないですけどまあそういうちょっとメンヘラっぽい危うい感じの友達は何人かいたみたいでまあそんなびっくりすることはなかったんですよその女性を見てもただその女性知らない方だったんですって で人違いいですよっててう話をしてで、まあ、事情を聞くと待ち合わせをしてた出会い系サイトで出会った人と「あそうなんですね」って「どういう、まあ、出会い系サイトなんですか?」みたいなそんな事情とかを聞いてたら「あのキメセク掲示板」っていうキメセクってあの、まあ、知らない方もいるかもしれないんですが薬物とかを使用して、えー、性行為をするまあするのが まあ、昔からは行ってましてそういうことをする人たちもいたんですよでその掲示板で出会った人と会う約束をしてるでその待ち合わせをしてた人が投稿者の方と同じようなサングラスをしてただから声をかけたあそうなんですねでも人違いですよっていう話をしてでその投稿者の方もまあ時間があったんでその方の話を聞いてたんですって横浜から待ち合わせに来た 所持持金を持ってないな誰か止めて,くれ,てるくれる人を探してる私は荻窪より先に飛んだちょっと何言ってるか本当に分かんないんですよ。地理滅裂でおそらくまあちょっとその時も薬を決めて終始ハイテンションな感じだったみたいなんです。でそういう話を聞いてると気付いたらもう23時過ぎあもう2時間近く経ったのかそろそろ帰るかと思ってそっと立ち上がって歩いてると。 その女性ついてくるんですよこれまずいなうちに来るかもしんないどうにかまかなきゃなそんなことを考えてたらその女性トイレ行きたいって言い出したんですあこれはチャンスだと思って一応八校前だったんで八チの改札をくぐると奥にトイレがあるんで、まあ、そこを案内しようって駅員さんに事情を説明してトイレを使う許可が出てでその女性をこっちですよって案内してで このの改札の奥にトイレがあるんでそこ行ってくださいってその女性に言うんですよ。でその女の子がね改札をくぐるその前にパッて振り返るんです真顔で。で耳元でこう言うんです。絶対に逃げないでねすごい低いトーンで耳元で操作させられてで改札をくぐって。 女性はトイレに向かうんですけれど何度も何度もこっちを振り返りながら自分の位置を確認してくる投稿者の方怖くなってその女性がトイレに入って30秒数える30秒数えたらすぐ逆の改札に行って急いで山手線に乗って帰路に着いたそうです投稿者の方言ってたのがあの30秒の長さ忘れられないあと耳元でささやかれた

この話ですね私が小学校の時なんですけども小学校の時ですね親父と一緒に散歩をする時間があったんですよで結構んですよよ結構んでね僕の家があって実家があってでしばらくちょっとあるとドンつきがあるんですドンつきにそのちょっと古い神社があったんですよね神社があったもう稲荷神社みたいな感じです。でそこをちょっと通ってこう散歩してたんですよね。 である日そしたら急にその稲荷神社の前に泊まってですよで親父がこう,こう見上げてるんですよこうやってこう見上げてるんですよねでなな何見上げてんだろうなとこう見たらですかその稲荷神社にこれ一本の大きな木があるんですよねこう木を見つめてるんですよこうやって、うん、なこの木に何があるんだろうなと思って不思議そうにこう僕思ってたんですよ。でその木を見てね親父ああもう少し木か。 来るなみたいなこと言ってるんですよ。親父がこれ何が来るの？親父何が来るの？っつって僕聞いたらですね。まあ、実はね。こんな話があってなっ。つって親父が聞かせてくれたんですけどもで、ね、親父もこれ、また小学校の時なんですよ。で、小学校の時でこれ小さい時、これ毎日遊んでてたね。友人がいたらしいんですよね。もう本当にも来る日も来る日も毎日遊んでたんですって。 でまあ、海行ったり海が近かったんで海でちょうど沢,が沢取りしたりするねあの岩場で遊んだりとか、まあ、かくれんぼしたりとかもういろんな遊びをこう毎日やってた。である日その神社でですよその神社でその友達とこう遊んでたんですって缶切りか何かやってたんですよねこうやっててでそしたらその友人がですよ、急に「あのうちの親父まあ仮名にしておきますよ秀吉」って言う吉ですおその 今から木を登ろうぜみたいな話をその友人がしてみてるおーいいよみたいな親父も言ったんですよね。ほんでその友人がパパパパパってってもうこの木を登って行ってあ早いなーみたいな感じで見てたんですってほんでゆきやさんあひできちですひできちでっっすあの今からちょっと見てろよ今今から俺がやること見てろよみたいなこと言ってるおー見とくわっつ思ったらその友人がこうおもむろにですよこうロープを出したみたいんですよね。 で何すんのかなと思ってあーターザンでもやるんだと思って親父ん思ったらしいんですよ。ほんでその友人がこの木にですよロープをくくりつけて「行くぞー」っつって「開きっつって「次はお前の番だからな」っつって「あーみせーのー」っつったらそのままドーン!」っつって首くくっちゃったみたいなんですよ。えと、ー、思って何が起きたんだかもう分かんない小学校の時だから分かんないんですよ。 ここうなってみたいですよね、の友人が、どうなってんだと思って周りの人が近所の人がバーッまってきたヒャーみたいなもう狂気乱舞ですよねもう首を吊ってるんですよこれが首吊りかみたいなのを思ったらしいんですよね。でまあそんなことがあってその友人もちろんねもう途絶えたんですけどそれで親父があの寝ているとある夢を見るみたいなんですよ。 そこを寝ているとその遊んでる風景がねその当時遊んでる風景がこうやってきてほんでその友人が木を登って首を吊る瞬間までこうこうこう残ってるんですってわあもう嫌な記憶で残ってんだなと思ったらその友人がねこうバッとこう入ってきて部屋に入ってきてこう来て「おい秀吉次はお前の番だって言ったよな」とこう言ってくるんですって。 その日絶対に同じ日にこの夢を見るらしいんですよ。それがもう8月の下旬お盆をちょっと過ぎちゃった頃その友人が首を吊った日なんですってね。ですまあそんなことがあって親父もこう見ててああもうそろそろ来るなあいつがっていうことを言ったらしいんですよね。こんな話を聞かせていただきましたありがとうございましたピンポイント。 クイックピンポイントはいありがとうございますおありがとすございますお願いしますお えー、この話なんですけど昔大体僕10代の時ってものすごいそういう何て言うんですか霊長的な幽霊をよく目撃したりとか心霊現象を結構経験したことがあるんですけど、あのー、当時住んでたマンションで、あのー、飛び降り自殺があったんですよ。 ある日ね、朝目覚めた時に、ものすごい音鳴ったんですよ。ドーンって、ものすごい音が鳴って、で、うちの父親と一緒に、あのー、見に行ったんですよ。で、当時住んでたマンションが、十一階建ての僕ら九階に住んでたんですね。九丸五号室です。で、マンションの形っていうのが、L 字型なんですね。で、L 字型で。えー L 字の反対側は飲食店が並んでるような形でちょうど真ん中が吹き抜きになってたんですねで、えー、家出てで玄関出て廊下に人がいっぱい出とったんですよでうわこれなんかあったやろなと思ってでみんなそのやっぱ中野家のところか覗いてて悲鳴あげてんですよで僕と親父もその中野家のところ見に行ってパッて覗き込んだんですねそしたらその下には多分ね 片方から落ちたんでしょうね体が半分だけの飛び降りたご遺体があったんですね。まあ、どらいも見ておたなと思ってで親父と一緒に、まあ、家戻ってすげえ憂鬱な朝やったんですけどでその飛び降りの死体をですね見てから僕ちょっと不運なことがいろいろと周りで起き始めましてで気配感じたりとかエレベーターのも嫌だったりしたんですけど。 ある日友達と一緒に夜中遊んでて夜中友達の家から帰ってきたんですで友達僕が住んでたマンション大通り挟んで向かい側のマンションだったんですけどで友達と一緒にいつもお帰る間際に、えー、やってた遊びがあって「しょうもないですよ中学生の男なんでね、えー、友達のお腹ババン!」って腹パンチして「うわ!」って逃げてでそれで捕まえられて「やめろよ!」みたいな。 そんな感じの絡みをいつもしたんでその時も僕の友達のお腹バーンパンチしてうわーって逃げたんですけどいつもやったら捕捕ままええに来るはずの友達が捕まえてこないんですねいやいや,いや無視されてるやんってパッて後ろ向いたらいやあいつ帰りよったなと思ってでまあ一人でね寂しく、えー、踊り渡って、えー、マンション帰ったんですけど。 夜中ですよ、人通りも少なくて、ならほぼいなかったです。で、そのマンション、入り口が一つしかないんですね。で、入り口が一つしかなくて、えー、まあ、エレベーターホールに、えー、管理人室からこぐるっと回って、エレベーターホールに、えー、行くと、エレベーターが2機あるんですけど、その、エレベーター,ー、通常だったら、あのー、ドア、絶対閉まっとるはずなんですね。で、 1>, えー、1号機と2号機があるんですけどで両方閉まってるはずのエレベーター,あー1号機の方だけが扉閉まってで、えー、何階に今エレベーターいますよっていうそのランプも全部消えてしまってるんですね。要するに動いいてない状態です、ね、そんなこと今まで1回もなかったんです。 で仮に誰かがエレベーター使い終わった後のタイムラグで空いてるのであればおそらくそれ閉まるはずなんですけど僕しばらく見てたんですよ。しばらく見とったんですねでな何かねそのエレベーター乗ってくださいと言わんばかりの感じがしたんですよ。で嫌なんですけどさっき言ったように9階まで階段登る方がもっと嫌なんですね。 でもいいやいやそのエレベーター乗り込みましたでエレベータータが9階までこう進んでいくときに人間の心理的にこう上にある2階3階4階今何階にエレベーター,ー通過してますよっていうランプを見てしまうと思うんですけど僕もその時に上の今何階にいてんのかなっていうランプをこう見ながらこう上に登ってったんですね。だからランプが1階2階3階4階で7階に着いた瞬間にドボンってなったんです。 急にですよ急にエレベーターがドーンって止められたんです地震が起きた時に止まったかのように急にドーンっていう衝撃とともに止まったんですねで本当に怖い時って人間も声も出ないんですよただただ震えることしかできなくてで何が怖いってエレベーターの扉開いたんですよでもし開いた時に 何かがいたパターンが一番怖いから、僕はもう後ろの方で身構え取ったんですね。そしたら何もなかったんです。よかったなぁと思って。で、閉まるボタンね、えー、こう連打してたんですよ。 らエレベーターの扉がこう閉まっていくんですけど「もう急げ急げ」っつこう閉まるボタンずっと押してたらこの扉がキューって閉まっていくんですけど真ん中あたりで何もいないんですよ何もいないなのにエレベーターの扉がうィンウィんウィン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 っていう動きをするんです。 僕は何も見えてないです。でも、そのエレベーターの扉の動きを見るからに、そこに何かがいてるんです。あ、これやばいなと思って、僕はエレベーターの扉を無理やり手で開けて、ダッシュで9階まで駆け上がったんです、階段を。おかしいんですよ。エレベーターホールの前着いたら、先にエレベーター着いてたんですよ。しかも扉開けて。確実に手で開けて階段駆け上がった僕の方が、早く着かないっておかしいんですよ。 なんでエレベーターの扉が、あいとね、これ先回りされてるじゃないかと思ったらめちゃくちゃ怖くなって、もう急いでエレベーターホールの前を突き抜けて廊下に飛び出した。で、えー、廊下を飛び出したら一番奥が905号室なんですね。で、901、902、903、904、905。各部屋の上に、上に電灯があるんですけど、僕が廊下を飛び出して905号室の方が って方向を向いた瞬間に上の電灯が901、902って全部消えてたんですよ901、902、903、904の時で最後905の電灯がチカ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 ここお前の家やろと言わんばかりにチカ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 ピシって消えたんですめちゃくちゃ怖くてで家の鍵をね一生懸命開けて中入った瞬間に当時ポケットベルやったんですけどポケットベルに電話をくれっていうメッセージが さっきまで一緒におった友達から入ってきたんですで夜中だったんですけどもまた携帯電話持ってないんでね家電にかけましたよで友達が出たんで一生懸命話ししましたこの状況を説明したんですこうこうこでこんなことあってのはめちゃくちゃ怖かったんやんっっその友達いたって冷静なんですよいやいや,いやこんなことあったらなんでお前そんな冷静やねんっつっていやだろうなと思ったよって言いますはいやなっつってお前が俺に ちょっかいをかけて逃げた時に俺お前を追いかけていこうとしたんだよそしたらお前の背中に半分しかない黒い影がお前の背中にこうやって捕まってたぞっていうんですおそらく僕はあのー、飛び降りた半分だけのご遺体何か見てしまったがために取り憑かれてしまったんでしょうかね 以上です。ありがとうございました。はい、えー、これはですね、A さんという方が体験したお話になります。 この A さんという方です、ねえー、小さい頃から不思議な体験をたくさんしてたそうなんですけど、まあ、その不思議な体験っていうのをこう友達とかいろんな知り合いとかに話してもあんまりこう信じてもらえる機会がなかったみたいでその不思議な話を話すのをやめてしまったそうなんですね。なんですけどその A さんがふとした瞬間に話してくれたお話になります。その A さんが幼い時にですね え買い物帰りにえお道に迷ってしまってえとある家の庭に迷い込んでしまったそうなんですよ。でその庭に迷い込んだ時に何かえペラペラとしたなんかものが見えたそうなんですね。で A さんなんかこうこれ何なんだろうなと思ってその庭の方を確認したところこうよーく見てみるとバスタオルのようなものが風に舞ってたそうなんですよ。く見てみたら それはバスタオルではなくて薄っぺらい人のようなものだったんですってでそれを見た瞬間に「わっ気味が悪いな今度は見ちゃダメなのかな」と思ってそのまま A さん帰宅したそうなんですでそこからえ次に中学時代ですね A さん一人で東京に来た時にですねまた道に迷ってしまったそうなんですよ。で道に迷ってまあ恥ずかしいんですけどまあ自宅に電話するってなった時にこう電話をしながら なぜか目線が近くにあったお家の、えー、庭の方に目が行ってしまってその庭の方を自由と見てたらですね、まあ、近くで、えー、お葬式をしてたそうなんですお葬式してるなと思って自由と見てたらそのお葬式のやってるその庭にもまたペラペラとした、えー、薄っぺらい人間がまた横たわってるんですって。 って自分は思ったそうなんですけどまたそこから、えー、数年後今度は A さん自身ですね A さんが、えー、おばあさんが亡くなってしまってそのおばあさんのお葬式をしているときにその A さんまあお葬式終わって、えーまあ、庭の方に出てってこう外を眺めてたら、まあ、雨も降ってきてたんですけどなんか視界に何か入るものがあるんですって。たただその時あこれもしかしから あの時の時小さい時から見てるなんか薄っぺらい何かなのかなってこう視線を動かしたらやっぱりいるんですってそののの人間のようなものが横たわってるんですただ一点違う点があって今までは薄っぺらい何かしとるようなものが横たわってるなっていうのだったんですけどその時はですねその薄っぺらい人間というのが自分のおばあさんお葬式をしたそのおばあさんとおじいさん それをすっぺらに人間がおおじさんおばあさんんばあなてていてその時は気持ち悪くなってすぐ庭から親戚が飲んでいる中に戻ったっていうお話なんですけどまあ一つ言えるのがおじいさんおばあさんの格好はしてるけどおじいさんおばあさんではなかった何か死に引き寄せられた何かなんじゃないかなっていうそんな不思議なお話になります。 ありがとうございました。めちゃめちゃ緊張しますねこの、えー、スモーキードライのアトちゃんですよろしくお願いします。あの僕まあ鎌田出身でして東京都大田区の。 東京都大田区って、うん、言っていいのかなこう世界の宿図みたいなんですよこう海抜が低ければ低いほどこうちょっとスラムっぽくなって海抜が高ければ高いほど田園調布とかはもうやっぱ敗訴な町になっててかなり所得の高い人っていう感じでまあ僕はちょっと海抜の低い方に暮らしてたんですけどその辺で暮らしてるとやっぱ友達とか。 えー、そういう類の人たちがまあ多いんですけどまあそこら辺の友達から聞かせてもらったお話ですその友人の A さんとしましょう A さんねある日を境に何かめちゃくちゃ嫌なことっていうか奇妙なことが立て続けに起こったみたいなんですよ。多分見てるる皆さんんも経験あるかと思うんですけど iPhone のデータフォルダあれこの写真撮ったはずなのに、今見せたかったのにデータフォルダーから消えてる。あとは、あれこんな写真撮ったっけっていう真っ黒い写真。こういうの残ってることありませんかその A さんもね、めちゃくちゃちょっと気になりすぎるぐらいに黒い写真。 消えてる写真めちゃくちゃデータフォルダにあってでその黒い写真ちょっと気になったからタップして時間とか見れるじゃないですかどこで撮ったのかどこ、えー、何時に撮ったのかそれ見たら自分の寝てる時間なんですってあもしかしたらこう寝相かなんかでスマホをスクショ撮っちゃったのかななんて思いながらそしたらね次第に 右手だん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 なんかしびれてくるようになったんですって生活してて右手のしびれって脳梗塞とかの可能性もあるんで一応大きい病院で調べてもらったんですけどまあ脳とかの異常は見つからずまあ全然健康ですよっていう形で返されたけど右手のしびれ止まらなかったんですって家でこう携帯触ってるとなんか人に見られてる感じがする こののななんかいいのかいそんな日々を送ってたんですよ。そしたらね「ある日を境に」の「ある日」が分かるきっかけがありまして A さんがねまあ働いてるんですけれどそこに新入の社員が入ってきてその子をその部署のライングループに誘うから LINE を交換しようと。A さんと新人さんが LINE を交換するために、LINE って QR コードをこう読み込んで交換するじゃないですか。A さんが自分の QR コードを出して、えー、これでちょっと読み込んで、で、俺に LINE ちょうだい。そしたらグループ招待するからって。パッて iPhone 渡して。で、新人さんがその QR コードを読み込む。で、返してもらう。新人さんが言うんですよ。すいません、A さん。 もう一回ちょっと QR 見してもらっていいですかってああいいよってパッて渡してでその新人さんが QR コードを読み込む新人さんが言うんですよ「僕 A さんのこと知らないんですけどはじめましてなんですけど LINE は知ってました」って「えなんで?」初はじめましてだよね」って「はい」って LINE って QR コードを知ってる人のを読み込むと トーークルームにポンって飛ぶんですよ。本来だったらアカウントの名前が出てきて追加ブロックとか出てきてでそこで追加すればなんか、えー、友達になれるって感じなんですけどその新人さんが読んだ時に即トークルームに飛んでそのトークルームの名前がまるあやさんっていう女性の名前だったんですよ。A、さんん男性なんですよえっまて。まるあやって俺まるあやじゃないよって。いやそうなんですけどって。 LINE って連絡先と同期してると電話番号のと名前こうつながって新人さんは A さんの電話番号を〇〇あやさんっていう名前で登録してただからそのトークルームに〇〇あやさんって出てきたじゃあこの〇〇あやさんって誰って僕の亡くなった友人ですって○○あやさんが亡くなって携帯を解約して その電話番号が回り回って A さんの手元に来たあそうなんだあじゃなくなった友達の電話番号がたまたま俺のところに来たんだねっていう話をしてただこの電話番号ちょっと奇妙なんですよねってその電話番号で新しく LINE が登録されると僕のトークルーム LINE のトークルームにポンって出てくるんですよ。〇〇あやさんとトークしよう あやさんとトークしようこれ3年間で3回もう変わってるんですってこんだけ持ち主が変わる電話番号ってちょっと事故物件じゃないですけど事故電話番号みたいで気持ち悪いですよねってその新人が A さんに言うんですその時に、A、さんんとしたんですよ変な写真がたくさん撮れるようになったのも右手がしびれ出したのも 家で何か人の気配が感じるようになったのも携帯のキャリアを変えて電話番号を新しくした時からそういう異変が続々と起き始めたみたいなんですまあオカルトとかあんま信用しないタイプだったんでまあでもそんなこともあるかもしれないけどもしかしたら偶然だろうなそんなふうに思っててでその翌週ですね地元の連中と 一緒に飲む機会がありましてでまあ56人ぐらいで飲んでたんですかね。でこう喋ってると一人ね霊感あるやついてまあ家系的に先祖代々見,れ見えるタイプのやつがいてそいつが A 君に対して「お前最近右手痛いんじゃない?」って「ああまあまあ痛いわしびれとかがあって。 結構あれなんだよねっていう話をしたらああでもまあそうだろうなってえー、お前が iPhone を持つたびに横で男の人がギューって腕握ってんだよってその iPhone ちょっと変えた方がいいかもしれないよってあマジで電話番号についてたんだって思ってでその後まあ電話番号を変えたらそういう現象は一切なくなったみたいです。 例っていうのは今こうやっていろんなメディアが進化して人と直接コミュニケーションは取らなくてもコミュニケーション取れる手段がたくさん増えたのでどういう形で例が飛んでくるかわからない時代になってきましたっていうお話ですいやーこれね聞いた時めちゃくちゃ怖かったんですよねそのそそのれこそ 綾さんって女性じゃないですか名前的にでも腕を掴んでたのは男性なんですってこれってもしかしてささんん間間の人間の人人その前からも呪われててそこのどっかの男性がこの綾さんのことを 殺したんじゃないいかっていう考察もできますのでもし皆さんキャリア変えたりして、えー、と携帯の番号変わったりした時それからその時からまた何かちょっと異変が起きだしたらその電話番号もしかしたら呪われてるかもしれません今その A さんも新しい電話番号に変えてその呪われた電話番号を手放してるんで今どっかで流れてるんですよ。 もしかしたらそういうのに当たる可能性もあるかもしれないので気をつけてください、はい、じ,ゃじゃあ本番いきます。3 2 お願いします。40代男性 t さんのお話。t さんすごい田舎で育ったらしいんですよ。1学年1クラスしかないような。すごい。田舎で育ってもちろんあのクラス替えなんてないんですよ。でね、あのー、小学生の頃に体験した話らしいんですけど、桜の咲く季節ですね。あのー、その時になると裏山から。 ウグイスの鳴き声が聞こえるんですそうするとクラスメートたちは必ず決まってみんなでクラスメートのマリコの方を見るそうするとマリコは右手の小指を口に加えて指笛を鳴らすわー すごいウグイスに似てるマリコの周りはいつも笑顔だったみんな明るい笑顔を振り向いていたそんなマリコが亡くなった小学校6年生の春クラスメートみんなで葬式に行った葬式ではもうみんなありったけ泣いたお坊さんのお経を聞きながらありったけ泣いたそうです それからマリコが亡くなって7日目7日目に小学校から自宅に戻った T さんはあることに気づいた小学校にリコーダーを忘れてきたみたいだもうすぐリコーダーの発表会がある練習しないといけない T さんは片道30分かかる道のりを急いで自転車で小学校に向かったそして小学校に着いた 夜の中にひっそりと佇む小学校はいつも通い慣れてたあの小学校とは違う雰囲気 T さんは急いで6年生の教室があるところまで階段を駆け上がったタン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 いつもよりも大きい足音で階段を駆け上がったそして教室に着いた教室の扉を勢いよくガラッと開ける誰もいないはずの教室 T さんは驚愕したそこにマリコがいたんです亡くなったはずのマリコが自分がいた自分の机の上に飾られている手向けられた花を悲しそうな表情で見つめていたあマリコどうしたそこで今まで味わったことのない寒気と リコーダーを取りに来て、その急いで戻らないといけないといういろいろな感情が巻き起こって、急いでマリコの方は見ずにリコーダーを持って教室から飛び出た。T さんはもうダッシュで階段を駆け下りていく。ターン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 。二段飛ばしで、息よりも駆け下りるスピードが速く、ターン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 。急いで階段を駆け下りていく。その合間に、 ウグイスの鳴き声が聞こえたウグイスの鳴き声かマリコの指声かもうわからない状態で階段を駆け下りていったウグイスの鳴き声が頭の中に響き渡る。 あれおかしいぞちょっと待てこれうぐいすの鳴き声じゃないなよく聞いてみるとあのマリコのお葬式の時にお経お経が流れていたそのお経と同じリズムで聞こえてくるうわこれあの時のお経やないかそうするとそこからもう T さんは記憶を失ったみたいですそして大人になってから分かったことが あったみたいなんですがどうやらマリコ両親に虐待されてたみたいなんですマリコが亡くなったシーンは自己死だと聞いていました本当に自己死だったんでしょうか桜の咲く季節ウグイスの鳴く頃いつも決まって T さんはマリコを助けられなかったことを後悔しているそうです以上です よろしししくお願いまますす吉田と申します、えー、今回お話しさせていただくのがですね投稿者投稿いただいた方のお友達の実体験なんですけれども仮にお名前をさやかさんとしましょうかそのさやかさんがですね高校生の時のお話です。高でその彼氏っていうのは車を持っていたので夏休みとかですねよくさやかさんと一緒にドライブに行くのが常だったと。それで ある夏の夏のの休みの夜ですよね今日もドライブに行こうっていうことになって普通に車でいつものようにドライブしている途中で彼氏が「今日はちょっと心霊スポットに行かないか」言い出した。で行く場所っていうのがねそのトンネルに行く途中山道なんですけどこういろいろくねくねっとした山道の途中に。 いくつものお地蔵様が点在してるとでそのお地蔵様の中で一つ金色をしたお地蔵様を見つけるとその人は呪われてしまうそしてその後にトンネルの真ん中でクラクションを3回鳴らすとお化けが出てくるよみたいな噂話がある心霊スポットがあってそこに行こうよと沙香さんはすごく霊感があったんで嫌だったんですけど、まあ、強引に誘われる形で、まあ、そのトンネルに向かった。 さっき言ったように山道こうやって走ってますよねお地蔵様がたくさんある中で彼氏が急にテンション上げて言うんですよわっあったあったよ見てみろよって指差す先見たらお地蔵様金色じゃないんですよさやかさんの見た目に映ったのは真っ赤に燃える赤いお地蔵様怒ってるかのように見えるお地蔵様が見えたでも彼氏はおい見ろあれ金色だろって金色じゃないんです赤にしか見えない金じゃないか赤じゃないか意見が合わなかったんですよね ままあまあ結局じゃあトンネルに行こうよということでその後トンネルに行きましたトンネルの真ん中で車を止めてクラクション3回鳴らした結局何もそこでは出てこなかった彼氏つまんなかったんでしょうね車出てね怖くねえよ捨てぜりのようなものを入って車に乗って沙也加さんをまた家まで送った。で そその日はそれで終わるわるけ朝芽ねさんそして夏休みだったんで、まあ、明け方帰ってきて眠って昼ぐらいまで眠ってたらしいんですけどその眠りを妨げるもの一方の電話っていうのがかかってきたその電話っていうのが先ほどまでドライブしてた彼氏の友達なんですでその友達が言うには「落ち着いて聞けよ」と「何?」って言ったのお前の彼氏自殺したよさっきまで一緒にドライブしてた彼氏が自殺したらしいんですよ。 取るものもとりあえず急いで彼氏の家に行ってみたら車の中にガス引き込んでのガス自殺目張りもちゃんとしてあってさやかさんに向けての遺書も残されていたでその遺書には心霊スポットになんか連れて行ってごめんとお前は逃げてくれて俺は逃げられないから一緒に行くことにした全部俺の責任だごめんなって書いたと俺は逃げられないから一緒に行くことにしたって意味が分かんないじゃないですか でそれ以来さやかさんはですねその事件がすごく自分の中で尾を引いてしまって、まあ、引きこもるようになっってしまったでお父さんはその姿を心配して知り合いの九州にいる霊能力者さんのところにそのさやかさんを連れていくんですねだから学び屋みたいな造りの建物に70歳のおばあさんの方がいらっしゃってそこから週1回九州に通って延べ半年間通うことによってさやかさん元気になることができたんですね。 でこの霊能力のあったおばあさんの方もご高齢で亡くなられているらしいんですけど普通霊能力者の方っていうとな料金とかを請求したりりすするイメージありますよねだけどこの方ってはそういうこともせずにですね全国から集まってくるコックリさんとか低級霊によって被害に遭っている人たちを救済するために、えー、修行僧のような生活を一緒に歩むことによって神様の位置に魂を近づけるそういう除霊の仕方をなさっていた方だったんですって。だからこの登校者のの者方方もですねそのような既得な活動をしていた方が いたということが後世に少しでも伝わればいいと思ってこのお話を投稿していただいたという話でございましたどうもありがとうございましたはい OK、はい、でーす、はあ